合わせは、借款法における体積の単位である。マスの10分の1で、尺の10倍である。日本では、明治時代に1小イコール約1.8039リットルと定められたので、1号は約0.18039リットルとなる。中国では、1小イコール1リットルであるので、1号は100ミリリットルとなる。なお、中国語で、号は通常、HA であるが、 体積の単位の場合は G になる。関代の長さの標準器であった、応式管を満たす、水の量の2倍の量に由来するもので、2倍であるので、g という名称となった。後に、マスと関連付けられて、その10分の1の量とされるようになった。そこから g 自体が10分の1の量という意味となり、下記のような地積の単位や、近基準の質量の単位や、 登山道の目安を表す単位が生まれた。いずれもその10分の1を尺としている。日本では小取引での尺刊法の単位の使用は禁止されているが、今日でも日本酒や焼酎の販売は主に1号単位で行われている。また、1号の米は標準的な一食分の分量となっており、1号を測るための計量カップが広く使われている。 1> 米1号を炊くのに必要な水の量も約1号である。単位換算では、米1票イコール6 0ラムであり、また1票イコール4とイコール40小イコール400であるので、割り算してで1号イコール1 5 0ムとなる。キロに換算すれば、1ラムの米は6.65強である。実測値は精米の状態により異なる。 また水分が有量によっても変化する。小米は乾燥して水分が少ないので、新米より軽い。米線粒が22から2 3ムであるから、2 2 5ムとして計算すると、1号は6666 66粒ぐらいである。ありがとうございます。